三浦哲郎は、日本の小説家、日本芸術院会員。青森県八戸市三日町の幸福屋、丸三の三男として生まれる。青森県立八戸高等学校へ進学し、八戸高校の老朽部時代に、早草の明と呼ばれた。1949年に高校を卒業して、早稲田大学政治経済学部経済学科へ進学したが、1950年に、 時計失踪のため、休学して、父の教理の近代市村湯田に帰郷、八戸市立白銀中学校で助教諭として、体育と英語を教える。やがて小説を書き始め、1953年に、早稲田大学第一文学部フランス文学科へ、再入学する。在学中の1955年新潮社の同人雑誌賞を受ける。卒業後は、作家活動に入り、 1961年、忍川で芥川賞を受賞した。前半生の陰鬱さが作風に現れながらも、南部地方らしい男女の情緒の描き出し方に一定の評価を得た。1963年、NHK 連続テレビ小説、真横一人の原作を書き、1971年に観光した児童文学、ユタと不思議な仲間たちも、 NHK 少年ドラマシリーズになり、劇団四季によってミュージカル化されて何度も上演されている。1976年、拳銃と銃五の短編で野間文芸賞を受賞し、分断的地位を確立する。不幸な女性、故郷は大森の風土を背景とした貧しい人々を描き、おろおろ創始では、江戸時代の東北の飢金を描き、白夜を旅する人々では、 一家に遺伝する病気を描いた。また川端康成文学小女賞の短編、次年書、身の虫を含む短編集モザイクシリーズも、こうした素材をリリシズムを持って描く作風で知られる。少年参加では、天章拳王施設を描いて、新境地を開いた。事前全集全13巻がある。1984年から2003年の年度末まで。 アクタ賞選考委員を務めた。逸話としては、若谷リサの蹴りたい背中について、当時の選考委員である石原慎太郎とともに会議的な意見を示している。1988年、日本芸術院会員、山梨文学賞選考委員を務めた。また、高校の先輩である松下聖子と武器の母や、同じ青森県出身である。 太宰治亡き後との晩年の生活を送るいぶせ、マスジと信仰があった。2010年8月29日、鬱血精神不全のため、東京都文京区の病院で死去。改名は、抗原院文苑鉄衆古事。青森県近代文学館では、忍川の草稿や、書き下ろしエッセイ、なぎさの文学館の原稿、1994年3月の開館にあたって、 三浦から寄贈された、白夜を旅する、人々の上書原稿を所蔵している。2000年9月29日から11月12日には、三浦哲郎芥田川受賞章40年記念展が開催された。また、2014年7月12日から9月7日、特別展、三浦哲郎が開催された。八戸ブックセンターでは、 2021年5月22日から8月22日まで、開館5周年企画、中高生に伝えたい、三浦哲郎を開催。神奈川近代文学館では、遺族から寄贈された原稿や書簡などを、三浦哲郎文庫として保存している。2021年5月22日から7月18日には、企画展、収蔵コレクション展20。 生誕九十年、三浦哲郎天網星を語りて、タレオムウラマズーが開催された。三浦哲郎氏死去作家、日本芸術院会員47ニュースハット、文芸春秋写真資料部。文春写真館兄や姉を思う気持ちから文学を、志した三浦哲郎。本の話を呼ぶ、文芸春秋。2016年6月19日閲覧。作家の三浦哲郎氏が死去。 忍川ぶで、芥川賞日本経済新聞2010年8月29日、青森県近代文学の名品、ボリューム3三浦哲郎総工、忍川、ぶ青森県近代文学館、2015年10月16日時点のオリジナルより、アーカイブ、2021年5月29日閲覧、青森県近代文学の名品、ボリューム32三浦哲郎原稿、 なぎさの文学館。青森県近代文学館。2015年10月16日時点のオリジナルより、アーカイブ。2021年5月29日閲覧。青森県近代文学の名品。ボリューム79三浦哲郎。上書原稿。白夜を旅する人々。青森県近代文学館。2015年10月16日時点のオリジナルより、アーカイブ。 2021年5月29日閲覧。三浦哲郎芥川賞受賞40年記念展、開催にあたって、青森県近代文学館。2012年10月17日時点のオリジナルより、アーカイブ。2021年5月29日閲覧。特別展、三浦哲郎開催にあたって、青森県近代文学館。 2014年8月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年5月29日閲覧。八戸市出身の芥川賞作家を高生に伝える、中高生に伝えたい、三浦哲郎朗読や美術作品も。八戸経済新聞。2021年5月29日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年5月29日閲覧。 AB、企画展、収蔵コレクション展20、生誕90年、三浦哲郎展、星岡語り手、タレをも恨まず、神奈川近代文学館、2021年2月28日時点のオリジナルよりアーカイブ、2021年5月29日閲覧、横浜市で三浦哲郎展、初公開資料など300点展示、ウェブ等を、 2021年5月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年5月29日閲覧。夜の悲しみムービーオーカー作品のあらすじ文を、ささやかな欲望。ありがとうございます。